やっほ、前さん。前さん。ここ、何度か、紹介したこと、あると、思うけど、まあ、今日もね、なんとなく、ふらっと、立ち寄って、しまったよね、前さん。まあ、いつ来てもこのイルミネーションなんかすごく気持ちが落ち着いてくるんだよね、マエさん。もうすっかり日も沈んで、だん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 暗くなってきて、こういったイルミネーションもひときわ輝きを見せる時間帯になったんだけども、いやー前さん、今日はめちゃめちゃ寒いよ。本当にね、寒くて、凍えてるよ、前さん。そんな中、さっき、この、ショッピングモールの中を歩いてたら、こんなものを見つけたんだよね。どう、前さん。自宅のない可愛らしい顔してるでしょ。そんでこんな愛おしい姿を見たら、ついだよ、この手がかじかむようなクソ寒い中、買っちゃったよね。いや、ちょっと待って。しかも、この、買った場所、室内で、食べられる場所がないから、こういった、外で、食べるしかねえんだよ、お前さん。ちょっと待って。俺今、このね、持ってる手も、かじかんでて、もう痛いんだよ。めちゃめちゃ痛いよね。けど、さっき、乗せた、これ。こいつの、笑顔を見たら、いつの間にか、これ、注文してたんだよ、マエスさん。いやー、ちょっと待ってよー。いや、マジで、ほんと寒いんだよ。ほんとに、寒い中、これって、さすがに、自分でも、ちょっと、頭が、おかしいなって、思い始めてるよ、マエスさん。あー、こんなまま、捨てるのももったいないし、どうしたらいいかな。ちょっと待って、嘘でしょ。前さん、マエさん、ちょっと溶けてきちゃったけどやっぱりやっちゃったよね。嘘でしょ、マジで。もうマジかよ。だってこの看板見ればもう間違いなく
行っちゃうでしょ、そりゃそりゃ行っちゃうよ。もう店内でこれ持っててね、え他のところの飲食物ダメだって言われ、そりゃ言われるわ。だけどすいませんっつって、すいませんテラス席なんでっつって、あー分かりましたっつって、もうそりゃ言われるよ、マエさん。うわー、やっちゃったよね、やっちゃったよ、このクソ寒いクソ寒い時にソフトクリームといつものアイスのホワイトモカ、そんでトールサイズにしときゃいいのに、もういつもの癖でグランデ頼んじゃって、もう俺ってマジで相当頭おかしいよね、前さん、前さん助けてよ、俺このままここでこのソフトクリームとアイスのホワイトモカ同時に食したら死んじゃえよ、俺ここで。前さん、前さん、もしかしたら今日はこの俺の最後の日になるかもしれないね。